どうもこの雨がちょっと止みそうにないので、今弱まってますけどね、今ほとんど止んでますが、どうもこう弱まりそうにないので、まあもうカッパ覚悟で出発しようと思いまして、とりあえずは高野山の方にこれから向かいたいと思っております。雨に降られないとねいいんですけども、しかしまあこの辺りね、本当ね、山あいですから、雨がね降ったり止んだりするのはもうしょうがないと思います。天候が変わるのはねしょうがないですのでね、もう濡れる覚悟で、もうカッパ上等で、カッパ上等カッパ上等で行きます。まああまりにも激しかったらね、本当どっかで雨宿りしますよね。無理をしてね、危険な目に遭うのは嫌ですから、まあその辺りもね、円熟の走りをね皆さんに見せたいと思いますね。私もね、もうだいぶバイク乗って20年以上、もういいおっさんですからね、おっさんのね円熟の走りを皆さんにお見せしたいと思っております。まあ多分このチャンネルを見てるのもおそらく円熟の走りを極めたおっさんたちばかりやと思いますけどもね、お互いね、もうそれはもう熟した走りをお見せしましょうよ。そしてですね、このカメラはインスタ360というカメラです。これもですね、インスタさんにですねご提供いただきまして、まあ買うのためにぴったりですよと、元ブログやってらっしゃるんでしたらぜひインスタ360を使ってみてくださいということで、ご提供いただきましたんで、今回からねちょっと使っております。それでこういう映像をね撮ってます。これ楽しいです。こういう映像がなんかほんといろんな映像になって、これ後加工できるんでかなり便利です。非常にね、僕のこのカブの旅のバリエーションが増えそうで期待しております。そして防水です。これ雨降ってますけど、これ防水で大丈夫なんで、こういうとこもいいですね。非常に楽しく使っております。いやー綺麗だ。しかしこの雨上がりの竜神もいいね。雨上がりの道も気持ちいいというか、すごい神秘的だな。雨に降られないことを祈りながら走りますけどね。まああとね、やっぱ雨は路面が滑りやすくなるんで、それにも注意ですね。あとやっぱフロントサスペンションがやっぱりすごく良くなってるな。なんかもうギャップを乗り越えるのが全然苦じゃないもんね。前はねちょっとやっぱビクってなってたんですよね。ガツンってくる時もありましたし、特にね今日はフロントのバスケットは空なんですけども、フロントバスケットが重たい時はねやっぱサスも結構沈んでて、かなりね底打ちというかガツンとショックが来る時がありました。まあ、今日は本当全然それないね。本当なんかこうスムーズにサスペンションが動いて、前輪のねタイヤをこう路面に押し付けてくれてます。だから非常にフロントのグリップがね向上してる感じがしますね。同じなんですけどね、タイヤは変えてないし、いやすごいなと、まあ、こんなにも変わるかっていうくらい変わってますね。まだ変わったことを感じますね。いいですな。そしてねちょっと寒いです。寒いというか気温が下がりました。で今Tシャツに、ジャージジャケットを着た上でウィンドブレーカーを着てます。これを着てます。だから都合3枚です。3枚着てます。いやじゃないとね多分寒くなるなと思って、一応お風呂入って温まったんですけど、それでも着ました。これまた高野山走ってこうやって走っていくうちにもう一回おそらくお風呂には入りたくなるでしょうね。いやまあはしごは全然いいんですけどね、はしごしても全然、温泉のはしごしても全然構わないですけど。
さあ高野山まで行きましょう。1時間ぐらいかかると思いますが走ります。こっちですね、高野竜神スカイライン、こっちです。行きます。あ、ガソリン入れようかな。ガソリン入れます。にょにょにょ、軽油レギュラー、レギュラー、はい、横、あ、後ろやな、よいしょ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 、あ、晴れてきた、はい、わー、気温が23度になってるね。それは寒いよね。寒いというか寒く感じますよね。今1時25分です。ご飯も食べました。さっきのキラリ龍神さんで、食堂レストランがあるんで、レストランでちょっと天ぷらそばを食べました。ザロそばですね。龍神そばと書いてありましたけどね。さあ、高野龍神スカイラインをね、走って一路高野山を目指します。高野龍神スカイラインは本当に走ってみたい道路ですね。まあツーリングルートとしてはすごく有名な、一度は走ってみたいルートですね。でも僕ももうバイクで何度か、まあ車バイクで何度か走ってますけども、このカブちゃんで走るのは初めてですし、このいわゆる逆方向ですね、南から北へ抜けるのも多分20年ぶりぐらいだと思います。あー、でもだいぶ回復してきましたね、天気ね。よかった。いや、雨が続くんだったら本当にもうどうしようかなと思ってましたよ。まあ雲抜けたって感じですね。でも本当この辺りは山をね、1個越えると天気変わるみたいなね、時ありますんで、そういうことありますんで。登り厳しいですな。まあね、このカブちゃんでは厳しいです。それでもね、トコ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 走りながら山の景色見て楽しんでます。このくらいのスピードがね、すごく気持ちいいです。なんか無理をしないスピードというか、程よいスピードですね。でもうね、出ないから諦めちゃうんですね。諦めもつくっていうか、まあね、もう頑張ってもそんなスピード出ないんでね、もうこのくらいでもういいペースで行こうじゃないかっていうね、そういうことですよね。そしてフロントサス食いつくね。あー、すごいね。ちょっと調子乗ってね、調子乗って突っ込んでしまいそうですよ。いい感じに突っ込みを突っ込んでしまいそうです。ノーブレーキで行けるわとか思っちゃうもんな。危ないよね、逆にね。わー、すごいな、すごい景色、山ですね、すごい山ですね。いやー、すごい綺麗ですね。これが龍神スカイラインですよ、皆さん。いいとこですよ。標高900メートルって書いてますね。900メートル。うわー、まだ登りますからね。でもね、そして2速、やっぱ2速だ。3速無理でした。標高1000メートルになりました。うわ、登ってきたんだ。あそこから 100m 登ったんだね。そしてずっと2足です。2足で登ってます。高野山までまだ33キロあるね。まだまだですな。今1時48分ということは、あと1時間ぐらいだから3時ぐらいには高野山に着くかな。高標高 1100m、 どんどん登りますね。そして登れば登るほどちょっとひんやりしてきます。こう雨が降ったから余計にね、ひんやり度が増します。上着を持ってきてよかったです。やっぱね、山はね、意外と寒かったりするからね、ちょっとね、やっぱ上着用意しておいた方がいいですよね。なんかね、こう、まあ上着というか、こうウィンドブレーカーの下に羽織れるようなものを用意しておいたんですけども、持ってきて正解です。大正解です。まあこれ以上寒くなったらもうカッパを着ますけどね。カッパはね、バイク乗りにとっては
あの最終手段ですから、最終兵器ですからね、これがもう最後の手段だと、最後の砦だと言えると思いますよ。寒い時ね、ここもうカッパしかないから。ただカッパ着ると意外とあったかくて助かるんですよね。あのやっぱ雨が入ってこないように作られてるから、あの湿気がね、っていうかこの保温性が高くて通気性が少ないから、その分ね、あのあったかく着れるんですよね。だからカッパは最後の砦、最終手段。カッパは積んどかないとね、うん、まあ淡々と登るな、 まだ登るな。あー、標高 1200m、 1200m になった。 1200m も上いるんだ、すごいな。まあこの辺はほんと 1000m 級の山がいっぱいありますからね、紀州山地。山深いですよ、奥深いですよね。おお、 1280m になった。わあ、すごいすごい。この辺がマックスかな。いやー、登ったな、登ったって感じするね。いやー、気持ちいい。すごいいい天気になってきた。いいね、気持ちいいね、爽やかな空気です。いやー、気持ちいい、これはたまらん。いやー、実に気持ちがいい、爽やかな空気、なんか山のてっぺんの空気って感じ、気持ちいいな、爽やか。そしてこの天気がね、晴れてきたのがさらに気持ちがいい。いやー、いいですな、ナイスタイミング。いや本当、龍神温泉でトンネルの向こうでね、雨がザーザー降ってた時はどうなることかと思いましたけどね、これは素晴らしいタイミングで天気になってくれました。いやー、気持ちいいです、最高です。最高ですか、最高です。みんなぜひ画面の向こうでね、最高ですと言ってほしいです。いやー、快適、快適でございます。おお、バイク乗りです。そしてバイク乗り、おお、バイク乗りです。向こうはカブだと思ってるんでしょうけども、バイクが結構来ますね。いやー、ここ気持ちいいもん、やっぱりほんと気持ちいい道路だもん、最高ですよ。わあ、すごいな、空飛んでるみたいだ。ものすごい高いところをね、走ってますからね、ほんと、まあ、いわゆるスカイラインですから、ここいやー、まさに、まさにスカイライン、空を飛んでるみたいだ、気持ちがいいです。さっき鹿を見ましたね、道路を鹿が横切ってましたね。いやー、気持ちいいですけどね、また遠くの方でね、雷がゴロ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 言い出しました。これはまたなんかこう雨雲がまたやってくるんだろうか、そしてまた降られるんだろうか、そんな不安を感じますが、さっきはね、ちょうどトンネルに入った時に雨足が激しくなって、まあうまいことね、トンネルで雨宿りできたタイミングでしたが、なかなかあんなこともめったにないからな。やっぱ雨降るんかな、雨は降るのかな。うーん、ね、なんかこうね、暗くなってきたし、
微妙にヘルメットにあの雨粒が 2,3 滴ポタポタと落ちてきましたし、これは降るんですかね。降りそうな気配ですね。いやー、またちょっとこれはどっかで雨宿りできるといいんだけどな。しかし雨宿りできそうなところがこの道路のどこかにあるかな。アジサイ園ですね。ここがあれですよ、大泉さんたちが立ち寄ったところですね。すごいな、ほんとすごいな。うわ、すごいな、アジサイが。すげえ。アジサイ園で休憩してもよかったかな。いや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 、まあまあまあ、行けるとこまで行きましょう。路面が濡れてますからね。結構雨降ったんだな、ここは。まあ降った後ですね。今雨粒は落ちてきてませんからね、降った後なんでしょう。怖い怖い怖い。よいしょ、路面が濡れてるとね、慎重になります。コーナーの進入は慎重になります。怖い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 。よいしょ、わ、すごいな。なんかこう地面から路面から湯気が立ってますね。すごいな、かっこいいな、幻想的です。こんな幻想的な時間を走れるとは思ってなかった。なんかいい時間帯を走ってますね。いいタイミングで走ってます。ありがたいな。そしてうまいこと雨に合いませんでしたね。で、空が明るくなってきましたから、ちょっとこう薄い雲が薄いところに入ってるんだと思います。今私いい感じです、いい感じです。このまま雨に遭わずに高野山まで到着したい、そう願っております。さあ、高野山まであと6キロと出ましたね。あとうまくいけば5分ほどで着くはずですね。いや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 、やっとこう高野竜神スカイラインもフィニッシュを迎えようとしております。しかし雨に遭わずに済んだかな。だとしたらラッキーでしたね。いや、霧も出てますけども、雨も降って霧も出てますが、濡れずに済んでおりますね。雨に遭わずに、カッパを着ずに走れております。そういう意味ではラッキーだったのでしょう。いいタイミングだったんでしょう。ありがとうございます。これもね、これも弘法大師様のお導きでございます。南無大師返上金剛と、唱えたいと思います。